DS ライトアクロスプロのレビューをしていきます。結論から言うと結構好きな感じやったんで参考にしてみてください。わかる。めっちゃ軽くてこっちの方が X フライ4よりフライ感ねあります。つま先方向に勝手に重心持ってかれるような推進力があって、それは今までで一番かなと思います。これだけの走りでもそれを感じるんですよ。続いて基礎練、軽くてウルトラみたいに合成樹脂がパコパコしてるんでインパクト弱いかなと思ってたんですけど、別にねそんなことなかったです。インパクトの時にインステップがパコってへこむみたいな感じもねなかったです。続いて止めていける後輩ちゃんはね、僕のマーキュリアルベイパー14を履いてます。僕ウルトラのパコってへこむ感じめっちゃ好きなんですけど、それに似た感じがあって少しだけ弾くかなっていう感じはあります。インサイドからインフロントにかけて欧米のグリッドシェルみたいに網目になってたと思うんですけど、その辺のグリップ力っていうのはね僕はあんま感じませんでした。リフティング20往復をまずはね10往復ダイレでやってます。なんかどっかが重たいとかストレスがあるとかいうのがなくて、ただただ軽いっていうねタッチ感です。もう2タッチ入ってるんですけど、この動画でももう見てわかると思うんですけど、つま先の反り上がりがちょっと僕は個人的に気になりました。ウルトラとかモレリアネオ3とかでもまあ言ったと思うんですけど、僕はこのつま先の反り上がってる系のスパイクっていうのはちょっと苦手かなと、インステップコントロールしにくいなっていうのは思います。続いて結構タッチ慣れてきた時のリフティングです。インサイドインステップアウトサイドどこもそうなんですけど、なんかグリップが効くとかじゃなくて人工比較なんですけど、合成樹脂の柔らかさっていうのがタッチしやすいんですよ。やっぱりウルトラに似てるなって思って、ウルトラのちょっと重量があってしっかりしてる版みたいな、そんな感じですね。インステップキックいきます。これもねインパクト弱いと思ってたんですよ。決してインパクトが強みですっていうほど強いとは言わないんですけど、思ってたよりはね強いって感じました。反発感は特に感じないんですけど、ボールに当たり負けして前足部がこうへこんで負けるみたいなのも感じなかったんで、普通に蹴りやすいなと思いました。やっぱり僕個人の特徴かもしれないですけど、つま先反り上がりのタイプはアウト回転かかるんですけど、今回もねやっぱり若干アウト回転かかりました。まあ、こんなんはね慣れたら余裕なんで大丈夫やと思います。ちょっとインパクト強めにするためにね転がってきたボールを蹴り返してます。これぐらいの強さでいけると足が痛いっていうほどではないんですけど、ちょっと皮が薄いかなっていうのは感じました。インパクトはやっぱりね強くはないと思います。カーブはね思ってたより曲がりました。回ってんだ。ボールをあんまり掴む感じがなくて、無回転気味に斜めに落ちていく感じがねありました。落ちてるよな。落ちてる。
あとポイントの刺さりがめっちゃ強いんでかなり踏み込めるっていうのはあると思います。続いてトラップ、つま先の反り上がりがやりにくいって話したんですけど、合成樹脂のへこむ感じがインステップはやりやすいんで、トラップはねめっちゃしやすいんですよ。インステップが一番柔らかいと思うんですけど、インサイドもアウトサイドも同じような柔らかさなんで、タッチのこう力加減がやりやすいなっていうのを感じます。ウルトラの方がこうパコパコへこむような柔らかさっていうのが強かった印象があるんですけど、僕はアクロスのタッチ感の方が好きかなとこの時点ではね思いました。ウルトラもアクロスもやっぱりインステップのへこむ感じ、柔らかさっていうのが独特でやりやすいんですよ。この走りも僕が履いてきた中で一番走りやすいんちゃうかなと思いました。ちなみにこの日めっちゃ調子悪いんで膝とかも。ステップとか走ってる時にこういうつま先立ちになるような感覚っていうのが今までで一番あるんですよね。コメントいただいてたと思うんですけど、ポイントめっちゃシワをつかむ感じあるんで、ロングパイルにはちょっとグリップが強いかもしれないです。結構これ以外にも何本も走ったんですけど、やっぱ一番走りやすいんちゃうかなって感じました。走り楽しすぎてちょっとアジリティをしてるんですけど、ドリブルしてます。インソールの問題かもしれないですけど、ちょっと靴の中で足動くなっていう感じはあります。最後ラダーなんですけど、やっぱりぐしゃっとポイントが芝をつかむ感じがあって、グリップがね全体的に強いなっていうのは感じました。一歩一歩バネ感も感じます。全てのプレーで軽さとかポイントのグリップっていうのを感じたんですけど、こっちの足首が弱ってる時とかやとちょっと持ってかれてしまうような怖さを感じるぐらいねグリップを感じました。総合して僕はめっちゃええなと思いました。まあいつも言ってる通り気に入らない人もいると思いますけど、試してみてください。チャンネル登録、コメントありがとうございます。